はい、ここは武田家住宅、越中にもですね、武田美人が光っていて、まあ、思わずパンフレットを見て、ここは、通ったことだったんですけど、ちょっと知らなかったです。信玄公の弟のご子孫っていうことなんですけど、ちょっと詳しいことわからないんで、ちょっと来てみました。ちょっとここは有料配管なんですけど、ちょっと古い住宅が残ってるということで、どなたなのかちょっと楽しみです。なんでしょうね、やっぱり能登半島、まあ、越中で、まあ、今の富山県高岡市、富山市になるんですけど、ちょっとこの近辺、わからないことが結構あるんで、まあ、もしかしたらね、能登の方に逃げていけるのかもしれませんけ、まあ、その当時の住宅のですね、跡が残っていると、まあ、住宅ってお寺みたいな感じですかね、結構大きいですね。まあ、武田家のご子孫というと、まあ、全国にですね、前日も東北の方行きましたけど、あと越後にもね、商家、つまり商人になったりする人っていうのは結構いますんで、全国にね、武田さんっていいますから、だからこの武田節を使うその開元寺の武田氏のゆかりの人っていうのは、まあ割と少なかったりするし、まあ、秋のね、武田家とか、若狭武田家とか、あちらの方は結構多いんで、もしかしたらそっちの関係かもしれませんしね。まあ、ただ信玄公のお名前が出てるんで、ちょっと確認っていうか、見てみたいと思います。まあ、住宅っていうか屋敷ですよね。もしかしたら武家で続いていたんでしょうかね。戦国時代とか、ちょっとわかりませんけど、ちょっと聞いてみたいと思いますね。そこに一応説明板があるんで、部屋の中もね、お寺みたいな、まあ、住宅っていうかでかいですね。どういうことなのか、ここに簡単に書いてありますんで、まあ、文化財っていうのは分かるんですけどね。武田家は、なんだ、所要権、信門公のことですね。まあ、信門公は信綱とも言ってですね、私が以前、所要権で、信綱、信公と、どちらでしょうって話をしたのを覚えてますかね。住宅の周辺、松江、まあ、豪農ですね、商人ではなくて農家。ただ、松江ね、こんな方によく、何かどなたをね、頼ってきたんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、まあでも住宅ということですんで、ちょっと見てみたいと。